明日からミネベアミツミレディス2024が開催される。2023年大会は地元北海道で優勝を果たした小祝井桜をはじめ注目プロや2023年大会のプレイバック。会場へのアクセスまで観戦に役立つ情報を紹介。会場、まこまないカントリークラブソラヌマコース。北海道、18ホール、6667ヤード、パー72。賞金総額、 1>, 1億円、優勝賞金1800万円。昨年大会覇者の小岩井桜はミネベア三海所属の菊池エリカルーキーの正田夢乃と同組で回る。注目の組み合わせは3人ともに、北海道出身、また前週の資生堂レディスでツアー初優勝を飾った桑木志保は、共に今季優勝者の岩井千里大里桃子と同組になっている。 2024年大会の優勝副賞では高級車ランドローバー、ディフェンダーが贈られる。2023大会では、アコヤ真珠のネックレス、ハワイ・ホノルルビジネスクラスペア往復航空券、成功 STGF277 などが贈られた。プロゴルファー県民ゴール特派記者中村治が語る注目選手。今年で2回目の開催となるミネベアミ三ミレディスですが、 本州とは異なり用芝となっています。フェアウェイはアップダウンが強く、入ュ目チメは打ち上げとなるホールが多いです。ラフは少し短くなっているので、ハイスコアでの優勝争いが期待されます。前回優勝は小岩井桜2位タイの菊池恵梨香、5位の宮沢美咲は北海道出身のため、今大会も洋芝に慣れている北海道組、先週優勝している桑木志保に注目したいですね。 中村、プロフィール。勝南や吉本ひかると同じ2017年89期生2019年から毎年優勝を飾る。前回大会では3打差をつける圧倒的な勝利を見せつけた。2024年、ヤマハレディースオープンでは最終日に首位と5打差から逆転して10勝目。月曜決着となった同年、アースモンダミンカップで11勝目を挙げている。 2024年度スタッツ、2024年7月3日時点、メルセデスランキング3位、平均ストローク70.0、3位、パーオン率73.6%、3位、中村修からのコメント、まず注目したいのは前回大会優勝者の小岩さくらですね。北海道出身ということもあり、芝に慣れていますが。 両芝、野芝関係なくいつも安定感のあるゴルフが特徴です。開幕からショットが安定しています、と良い調子で来ています。また連覇に向けて、ディフェンディングチャンピオンとして地元北海道を盛り上げられるよう頑張りたい、と意気込んでいたのが印象的です。